錦織さんにとって、テニスとはどういうものですか？そうですね、まあ、一番の趣味というか、もう本当に幸せだと思うのはこの趣味が自分の仕事というか生き様になっているというのは本当に幸せなことで、まあ、こう同じ世代を見ていてもなかなか好きなことがやれなかったり、まあ、あんまりこう仕事という思いは今テニスをしていてあんまりなくて、まあ、こう趣味の延長線上でこう、生きられているというのが本当に幸せなことだと思うので、まあ、自分が好きなことをなるべくこう、まあ、小さい頃に見つけてそれをこう極めていけたらそれが多分人間の一番のこう幸せというか生き様になってくると思うので、まあ、ぜひこう打ち込める没頭できるものをぜひ探してほしいですね。なるほど、幸せっていいですね、はい、他にはいますか？何か女の子からの質問もありますか？ありますか？あ、他の子でもいいですよ、ぜひせっかくですから質問してみてください。もうオフになってから錦織さんをテレビで見ない日はないんですけれど、毎日本当に忙しいと思いますけれども、そのテニス以外の活動でこういういろんなところのイベントにご出演されるのはどうですか？楽しいですね。もう基本的に日本にいることが少ないので、こうやって日本の、まあ、ファンの方だったり、まあ、子どもたちとこうやって触れ合うことっていうのは、うん、自分にとっても大切なことですし、まあ、日本に来たらこう自分の好きなことがこうしっかりできて、美味しいものも食べれて、うん、まあ、友達も日本の方が多いので、はい、リラックスできますね。あ、なるほど。日本に来るとこう必ずやることだったり食べるものってありますか？そうですね、結構食事が、まあ、僕の中でも楽しみの一つなので、もう美味しいところを人に、いっぱい聞いて、自分でもこうサーチして、美味しいところを探してレストランに行ったりするのが結構楽しみでもあるので、じゃあどっかで会えるかもしれないんですね。そうですね。まあいずれ、はい、どこかレストランで会えるかもしれないです、はい、あ、なるほど、どうもありがとうございました。最後に子どもたちから何か錦織さんにこれはお願いしておきたいというようなことあったらぜひ何かありますか？いつか僕と試合をしてくださいとかね、そういうことでも何かありますか？もう質問は大丈夫でしょうか？はい、どうもありがとうございました。では錦織さんから子どもたちへ最後にメッセージを一言お願いします。はい、今日はありがとうございました。まあ、これから、まあ、もしテニスを続けることがあれば、もし同じコートに立てたらいいなと思いますし、まあ、こうやってスポーツを楽しむことっていうのはこれから まあ、日本にとっても大きなこととなってくれるように思うので、まあ、オリンピックも2020年にあるので、ぜひ、みんなに、目指してもらいたいです。今日はありがとうございました。これ大丈夫かな？ではここからはツイッターキャンペーン授賞式を行わせていただきます。今日のイベント警報決売タグホイヤーの開催を記念し、ツイッターでプレゼントキャンペーンを開催いたしました。タグホイヤージャパンのツイートをリツイートし、アカウントをフォローしていただいた方の中から1名を抽選させていただきました。当選者様には今日ここで錦織圭選手が実際に US オープンで使用したウェアを直筆サイン入りでプレゼントさせていただきます。それでは当選者の発表をいたします。ツイッターキャンペーン受賞者は小松優希さんです。どうぞこちらにお越しください。おめでとうございます。はい、
こんにちは。おめでとうございます。一応持っていただいて、はい、カメラで開いていただいて、はい、カメラで。こちらがそのユニフォームですね。すごい。はい。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。小松さん、どうもおめでとうございました。一生の宝物ですよね。センターマイク置きましたよ。それではここからはメディア関係者の皆様のご質問にお答えしたいと思います。ではご質問のある方お願いいたします。錦織選手、連日のスケジュールお疲れ様です。フジテレビの岸本です。もうすぐ20あと一月ぐらいですかね、25歳になられると思うんですけども、はい、もういろんなものをお持ちだと思うんですが、今年の25歳の誕生日に何か欲しいものってあるんでしょうか。欲しいもの、あんまりないですけど、結構もうスポンサーさんからたくさんいろんなものをいただいて、まあ今回タグホイヤーのこのかっこいいアクアレーサーの、時計もいただきましたし、アメリカに帰ったらジャガーのかっこいい車が待ってるので、それが今一番の楽しみかなと思います。はい、他にはご質問いかがでしょうか。何かありましたら挙手をお願いいたします。他は、日本テレビの西山と申します。お疲れ様です。錦織さん、ご自身も子供の頃は松岡さんに、教わったりということがあったかと思いますけれども、今こうやって子供たちを触れ合ったりする、ことがあったりして、なんか子供の頃の松岡さんと教わった思い出とか何か思い出されることとかあったりしますでしょうか。修造さんとの思い出は怖いイメージしか、子供の頃は残ってないんですけど、それが、まあ、修造さんの情熱でもあったし、まあ、修造さんの修造チャレンジのおかげでこう世界の第一歩目を踏み出すことができたので、まあ、やってこう僕の場合は修造さんに本当に感謝してますし、まあ、自分もいつか、まあ、現役中は難しいかもしれないですけど、まあ、引退してこう日本のテニスに関わることができたら嬉しいですね。他にはいかがでしょうか。あ、はい、ではお願いします。すいません、ちょっとマイクまでお待ちくださいませ。毎日新聞の永野と申します。先ほどタグホイヤーのジェネラルマネージャーさんも今日本で一番有名な存在だというふうにおっしゃってましたけども、トップ5になって、まあ、トップ5としてまあ、意識して変わらなければいけないというところと、逆に変わってはいけないなと思うところがあったら教えてください。そうですね、まあ、来年はこう毎試合がこう挑戦者として臨めなくなってくるので、ディフェンドするポイントだったり大会もこれから増えてくるので、まあ、そういう時に常に平常心を保って、あんまりこう意識しすぎないところが来年また重要になってくるので、まあ、テニスだけではなく気持ちの部分で戦っていかないといけない部分も来年は増えると思うので、まあ、こう US オープン決勝戦まで戦って、その後もしっかり結果を出せていけてたので、まあ、常に向上心を持ってあんまりこう自信がこう過剰になりすぎないようには注意したいなと思います。他にはいかがでしょうか。はい、よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。では錦織さん、本日一日通していただいて、皆さんに向け、そしてもうお集まりいただいた方、子どもたちに向け何か一言最後にお願いいたします。
今日は皆さん、たくさんお集まりいただきありがとうございます。まあ、今日は楽しい時間を僕も過ごさせてもらって、まあ、来年は自分もこれからもっとランキングも上げていきたいですし、もっといい結果を残せるように、頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。明日は本当にチャリティーマッチも始めますし、怪我をしない で、はい、これからも応援しています。お忙しいところ本当にどうもありがとうございました。皆さんどうぞ大きな拍手でお送りください。錦織圭選手でした。ありがとうございました。